おはようございます Good 今日の一日もすでにスタートしましたがあなたはこれから会社にまたミーティングにある場所にまた今日は家で作業する方もいらっしゃると思いますあなたに聖書からの言葉をプレゼントしたいと思います魂のロッカージーゼスの言葉です 平和を実現するものは幸いですその人は神の子と呼ばれるから殺伐とした社会の中で必要なのは平安でしょうでも一番大切な自分の心の中にその安らぎ平安を持つことですジーゼスは私はあなたに平安を与える私が与える平安は世の平安とは違うぜひ 今日この安息の主からスピリットを通して、心に、安らぎを置いてください。静まって、私がお前を愛して、やまないことを知れと、ジースを語ってます。この安らぎを持って、焦らず、慌てず、じっくりゆっくり、一歩一歩、チャレンジして、挑戦して、進んでいってほしいと思います。Have a good day!